日本群馬県前橋市西大室町西大室町は群馬県前橋市の地名。郵便番号は379-2104。2013年現在の面積は4.41平方キロメートル。前橋市の東部赤木山南独の末端に位置している。東部は多田山の丘陵が南北に走り、北部は七追手を中心に赤木山南独のやや急な斜面。 ほぼ中央を上沢川、東部を桂川がそれぞれ南流し、その間に小さな丘が散在している。江戸時代頃から、ある地名である。はじめは、大御城主牧野史料、元那二年に、前橋藩領、明和五年に、幕府領大官、前沢東十郎支配地、天明五年に、前橋藩領、天保十四年に、幕府領岩花大官、林部吉田財門支配地、 高下2年から前橋半領だった。元は東大室村と一村で大室村と称していた。古墳、大穴室などが数多いことによるものと、御所別名のおもろが大室と点火したものとの両説がある。また、東のた山丘陵と西の古墳群の丘陵に囲まれた地形が、室尾や大室山のように古くから人が住み、神が祀ってきた地とする説もある。 2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道駅はない。国道は国道50号、県道は群馬県道76号前橋西久保線、群馬県道103号、深津伊勢崎線、群馬県道114号内が、島、飯戸井線が通っている。 ありがとうございます。